こんにちは、バランです。今日はオレンジ、スイカに続くフルーツ系のピアス、キウイの形を作ってみたいと思います。今日使うものは、透明のレジン液、ビトラー油の着色剤グリーンアップル、タカラネイルレジン着色剤ホワイト、そして形を作っていく上で使うのが、このゴールドのワイヤー20ゲージのものです。それからキウイの種として使うのが穴の開いていない黒のビーズです。まずワイヤーを13センチくらいに切りました。今回はこのワイヤーに綺麗な曲線をつけていきたいので、何か曲線が取れるような筒状のものを用意します。で、この筒状のものに巻きつけていきます。こんな風にギュッと巻きつけます。今回キウイの形を作る上で少し楕円形にしたいのでちょっとだけ引っ張ります。これで重なっているワイヤーをカットします。今回はあらかじめこのワイヤーのつなぎ目をくっつけておきたいので、レジン液を少しつけてくっつけておきたいと思います。今回キウイの色はこのビトラー油グリーンアップルの色を使いたいと思います。私この色見本を作った時からこの色を見た瞬間にすごくみずみずしいあのキウイみたいな色だなと思ったので、ぜひ今回はこの色を使っていきたいなと思ってました。なのでこの色で着色していきます。仮硬化が終わってこの黄緑の部分が固まりました。あの本物のキウイってこの真ん中の部分から外側に向かって細いこう筋みたいなものがあるので、今回はそれを再現したいなと思って、前回スイカを作る時にも使ったこの24ゲージのワイヤーの先を使って細い線を描いていきたいと思います。表面の硬化が終わりました。あの細いワイヤーを使って線を描くっていうのはかなり手が震えてしまったりするので、若干歪んでしまってるんですけど、このままいきたいと思います。次にスイカの種としても使ったこの穴の開いていない黒いビーズを使います。
種はこの白の線の間にこう配置してあげます。この種を乗せてあげることでぐっとキウイらしくなると思います。ということで、キウイのスライスピアスが完成しました。オレンジ、スイカに続いてまたフルーツ系のピアスを作ってみたんですけど、本当は結構前からオレンジを作った頃からこのキウイのデザインは作ってみたかったんですけど、このキウイの色をどうしようかなと思ってたところ、ちょうどこのビトラーユアップルグリーンの着色剤を買ったので、この色がまさにもうキウイそのものだったので、今回は何かの色味を足さずにこの一色で作ることができました。作ってみてこの白い線を描くことが結構難しかったんですけど、これを描くことでよりリアルなキウイに見えるんじゃないかなと思います。フルーツ系のピアスはかなりポップに可愛く仕上がるので、そういったものが好きな方はぜひぜひ作ってみてください。今回のキウイのピアス、もし可愛いなと思ってくださった方、ぜひぜひチャンネル登録お待ちしてます。ありがとうございました。